これがパリかと思うわ。まあね、そのパリの街を見ながら話すことといえば、まあ、今回映画がね、18歳の六つ子が出てきますから、18歳の頃の話もしようか。しましょう。18歳の頃パリに来るとも思ってなかった僕たちが。いや考えたことなかったな。バカでもなかった。みゆはさ、ありそうじゃん。俺なんか本当にないのよ、18歳の時。超バカだし。いや僕もなかったですよ。海外に興味出るようになったのも全然後ですね。20代。そうなんだ。前半ぐらい。18ぐらいの時はそうじゃなかったんだ。18ぐらいの時はでも本当に学校好きだったし、もう友達とずっともうバスケしてサッカーしてとか、あとカラオケ行ってなんかご飯食べに行ってとか。少年だ。もうそういうのが好きな学生でしたね。もうガンガン雨降ってる中、もうパンツ一丁になってピシャーって滑ってるような男子だ。俺もどっちかっていうとそういうのやってた子供の時は。でもさ、みゆはさ、はい、俺と会ったの13だか14の時でしょ。12じゃない。12か。12。俺はその12ぐらいのみゆの感じって本当に子供なのよ、でまださ、そんなにさ社交的じゃないっていうか、そうです、どっちかっていうとシャイで大人っぽい子供なんだなって思ってたの。どこでそんなさ、裸でシャーになったの？天気は。なんでしょうね、そんなに前に前に行くのは得意なタイプではなかったんだ。それがやっぱこの仕事をしたりとかして、まあそれこそね、一緒のレベルで歌ったりとか、そうだね、そういう自分を発信するっていうのをやり始めてから、よりそういうのがこう。そっか。なってったかな。そこまではじゃあそうでもなかったんだね。そうでもなかった、元気だし明るくて、そのみんなとワーティアの好きだったタイプではありましたけどね。スーさんどうだったんですか。俺の18歳なんかもう暗黒時代ですよ。言うたら暗黒なの。分かりやすい暗黒時代ですよ。というのは、いやだって本当によくこの時代18歳とか女子と遊び行くとかデートしたとか、なんかそんなん言ってるやん、ほとんどの時間ゲームセンターありました。ゲームセンター、ゲームセンター大ブームの頃ですから、ほとんどの時間も暗闇のゲームセンターにいます。それは友達と一緒に行くとか。そういう友達と一緒ですけどね。でもその頃もう声優になるって決めてたから、レッスンは行ってた。へえ。だから養成所みたいなの行ってて、そこで勉強してた。だから友達、ルーブルじゃん。ルーブルじゃん。スーさんの話聞いてる。すごいよ。今ないよ。いいよ、俺の暗黒時代の話とか大したことない。平成の話とかいいよ。いいよそんなの。いいね。だってさ、本当にちゃんと見ようと思ったルーブルって1日で終わんないっていうじゃん。うわー、行きたいな。結局この旅はルーブルは行けてないからね。ね、そうですね。どうか時間見つけてまた行きたい。ちょっとね、行きたいよね。今度は6人でそれこそね、行きたいと。そうだよね。ちょっと待ってくれ。今お前6人って言ったの。7人で来たい。そうして、あの暗黒時代の話ももうちょっと。もういいよそんなの。チラッとチラッとほら、大して話して面白くないって。だから18の時だから。でも18の時はそんな本当にいわゆるオタクなのよ、まあ今もオタクだけど、オタクだからなんていうか、ただもう性格は明るいの、なんか友達とはもうバーってはしゃぐし、家行ってもずっと喋ってるような、もう本当に今と何も変わんないんだけど、だけどじゃあ対外的にどうかっていうと、多分ね、おとなしい人間と思われてたと。なんかそういうの変わりたいなとか思って高校卒業する。その後その養成所に専任する。それと同時に、ちょっとバイトでしたけど、普通に社会に出て社員の手前まで行くんですよ、ゲーム屋で働いてたんですけど。さすがですね。そこで、あの店長ならないか、声優辞めてもいいぞって言われたんだけど。声優はもうその頃にじゃあもうやるって決めてたから、店長にも全部言ってすごい応援してくれてたの、その店長。でも他の社員よりもお前の方が知識が深いから、あのもしダメになったら声優諦めたらな、いつでも戻ってきて、うちで社員になれるぞ、だから一生懸命頑張りなさいって言ってくれてた。だからその頃は本当にゲームオタクだったけど、人とこう接するのはそんな得意じゃなかった。そうなんで意外ですね。だけど東京出てきて二十歳の時だけど、そこで本当に人が変わったようになろうと思って。あ、なろうと思って変わった。変わった。それすごいな。最初のさ、学校の挨拶とかでも、もう17の時からちょっとの養成所行ったりしてたから、もうそんなのはね、言えないぐらい気が弱いんですけど、わざと、あ、俺はもうすでに結構もう学んできてるんで、ここでトップ取りますよみたいな自己紹介してる。東京出てきた学校で。マジ？わざと。でもね、あの1ヶ月もしないうちに化けの皮が剥がれて、本当ただのみんなの友達になった。いいことですよ。いいことですよ。でそうやっていって、やっぱちょっとずつ人付き合いがうまくいって、今のような状態になった。
だからやっぱりみんな抱えてるよね。そうですね。で根はもうみんなさ変わんないというか、だけどそれをどう出していくかみたいなのが変わる時期がやっぱ18だね。あるんでしょうね。だと思うよ。